交通博物館である。鉄道車両やバス、交通に関する資料などが収集、展示されている。ロンドン交通博物館はアクトンに車庫を保有しており、市内中心部にある博物館本館では展示できない、道路運送車両、鉄道車両、街路表示、広告などが収蔵されている。アクトン車庫は、年数回一般公開されるほか、保存車両が、 メトロポリタン線で運転されることもある。2007年秋にリニューアルオープンされ、ガラス張りの先進的なデザインとなったほか、電子タッチパネルによる展示物の説明など、入場者に配慮をした工夫がなされた。ロンドン交通博物館、または LT ミュージアムは、コベントガーデン、ロンドンを土台にしたブリテンの首都における輸送遺産を保全し、説明することを目的とする。 博物館の展示物の大半は2000年に設立されたロンドン交通局コレクションに起源し、博物館の送金は市内の交通機関のすべての側面をカバーするために拡大してきた。博物館はロンドン市内に2つの拠点を持つ。コベントガーデンの主な拠点はその親機関の名前を使用し、時にはコベントガーデンのサフィックス、そして公的に毎日開館し、 最近の2年間の改修の後にリニューアルをオープンした。別の拠点はアクトンにあり、ロンドン交通博物館社庫として知られ、主に年間を通じて定期的に訪問者の日に開いている保管拠点である。博物館はロンドン地域交通局がカバーする範囲を超えたために、簡潔にロンドンの交通博物館と改名され、それはコベントガーデン拠点の再開と一致する2007年に、 前の名前に戻った。ロンドン交通博物館は英国法の下で登録事前行為として認証されている。ロンドン交通博物館の内装博物館の主な施設はビクトリア町建築の鉄とガラスの建物で元々はコベントガーデンの野菜、果物そして花の市場として建てられた。それはウィリアム・ロジャースによって1971年に 専用の花市場として設計されラッセルストリート、タバストックストリート、ウェディントンストリートと以前の市場区画の東隣に位置する。市場は1971年に引っ越し、建物は1980年にロンドン交通博物館が最初に借り受けた。それはクラパムの英国交通博物館の一部を形成していた前に、1973年から、 それまでの収蔵物はサイオンパークに所在していた。公共交通機関のすべての形態を管理する、交通局の大きな負託を包含するように、ディスプレイコレクションの展開を可能にするため、エイブリー・アソシエーツの建築会 N、ブライアン・エイブリーによって設計された主要2200万ポンドの改修につき、博物館は2005年9月4日に閉鎖された。強化された、 教育施設も必要とされた。博物館は2007年11月22日に再オープンした。コベントガーデン、屋根付き回廊から博物館への入り口は広場の多くの観光スポットの中にある。博物館にはコベントガーデン駅とチャリングクロス駅から歩いていける距離にある。博物館車庫内にある。 ロンドン地下鉄の様々な車両博物館車庫は西ロンドンのアクトンにあり、1999年10月にオープンした。車庫はコベントガーデンにあるメインの博物館に展示されていない美術館のコレクションの大部分を保持し、ここは博物館の学芸員や修復家のための拠点であり、主設備内に収容するには大きすぎる、所蔵品の展示のために使用される。 車庫は6000平方メートルの安全な保管場所を提供し、環境的に制御された条件の家屋と、すべてのタイプの37万点以上のアイテム、技術に使用される多くのオリジナル作品のポスター、表彰、模型、写真、設計図とユニフォームが美術館のコレクションに含まれる。建物は道路アクセスとロンドン地下鉄への鉄道接続ネットワークの間にあり、数々のバス、 路面電車、トロリーバス、鉄道車両と他の車両がかなり保管、展示されている。車庫は通常は公開されていないが、しかし、訪問者を受け入れるために、チケット発売所、ミュージアムショップと他の訪問者設備が完備されている。公開は特別なイベントであり、通常は年に2、3回、テーマを定めた週末に公開される。車庫は、 アクトンタウン駅から楽に歩いていける距離にある。シティサウス、ロンドン鉄道の機関車13号収蔵品の最初のパートは20世紀の初めにまとめて、ロンドンゼネラルオムニバスにより、サービスから引退したバスの保存者から始まる。ローガックの後は、ロンドン電気鉄道コレクションは、鉄道車両を含むように拡張した。ラーは1930年代に、 ロンドン旅客運輸公社の一部となった後に、それが拡大し続け、組織は交通局、ロンドンの現在のトランスポートオーソリティまでの様々な後継機関を通過した。コレクションには何県かの住宅があった。これは、クラパムハイストリートでの使われなくなった路面電車車庫で1963年から1972年まで英国交通博物館の一部として収容され、 後に、ブレントフォードのサイオンパークで1973年から1977年まで、1980年にコベントガーデンに移設されるまで展示された。他の出品物のほとんどは、ヨークのイギリス国立鉄道博物館の形成のために1975年に移動された。コベントガーデンの建物には、19世紀から20世紀に、かけてのバス、路面電車、トロリーバスそして、 鉄道車両だけでなく、工芸品、旅客サービスや、開発のトランスポートネットワークが都市とその住民に、与えてきたことの影響の運営、マーケティングに関する展示が多数展示されている。アクトン車庫で開催される、大規模展示には、ロンドン地下鉄の完全な1938、軽電車と最初のサブ表面と最初の深いレベルのラインからだけでなく、早い機関車がある。 ミュージアムショップはコベントガーデンとオンラインで幅広い領域の再生産ポスター、模型、ギフトそして記念品を販売している。販売からの利益は美術館の活動を支援している。2012年から博物館提供のメトロポリタン船列車、ラゲッジラックを販売している。クレジットカード払いは可能。しかし、日本語ガイドには対応していない。 アザートランスポートミューズアムズ、ウィズアイテムズフロムロンドントランスポート、アザートランスポートアンドインダストリアルミューズアムズ、インロンドン、アザーメジャートランスポートミューズアムズ、インザユーケー、ありがとうございます。